予選 Q1 を担当しました、Q1 は2番手ということで、朝の流れから、まあ、非常にうまく組み立てられて、予選 Q1 を2番手で通過することができたので、まあ、まずまずだったかなとは思っています。ただ、まあ、結果を見るとポールポジションを取り逃してしまったので、まあ、悔しさはあるんですけども、この悔しさをバネにして、明日の決勝をしっかりと優勝して終わりたいなと思っています。はい、Q2 を担当して2番手でした。まあ、結果を見ると、まあ、悔しい予選になってしまったんですけど、決して悪いポジションじゃないですし、残り2戦オートポリスとモッテギーは、ね、僕たちも絶対取らないダメだと思うんで、まあ、絶対に勝てるようにしっかり準備して、明日頑張りたいと思います。明日もよろしくお願いします。はい、スーパー GT 第7戦、オートポリス予選終了しました。結果はもう他の方が話していると思うんですけども、本当に正直悔しいですね。本当にポールが目の前にあったものがちょっと取れなかったので、すいません、本当に申し訳ありませんでした。明日はですね、まあ、このサーキットながらの、まあ、すごい特徴的なそのレースペースが結構車によって左右される部分が大きいですし、そこをやっぱちゃんとキープすることが、勝利につなげることだと思いますので、これからちょっとみんなで話し合っていろんな形で、レースで強い車を、この一晩で作りたいなと思います。また明日も応援よろしくお願いします。ありがとうございました。